皆さんこんにちは。今回は、関東の方から特別な貨物が、大阪にやってくるということで、撮影に行ってきました。また後半は、HNWL5103 とコラボして、関西線、草津線経由の大回り乗車をしていきたいと思います。それではスタート。今回は、和歌山駅からスタートします。なぜ和歌山駅からなのかというと、本来、広川ビーチを8時15分に出る普通電車、和歌山駅に乗る予定でした。しかしこの日、私は盛大に寝坊してしまい、起きたのが8時30分でした。急いで広川ビーチに向かい、なんとか8時53分発の和歌山駅に飛び乗ることができたものの、僕がビーチ駅に着いたのと同時に、電車が入ってきたため、ビーチ駅でのオープニングを撮ることができず、こうして和歌山駅からスタートすることにしました。そして現在の時刻は、午前9時40分。本来ならここから、岸、U字快速で天王寺に向かうのですが、すでに30分遅延しているため、もうすぐやってくる。特急黒潮12号、新大阪駅に乗ることにしました。実は私、天王寺で大和路線103系さんと合流し、天王寺10時40分発の紀州路快速に乗る予定にしています。その紀州路快速は途中の大鳥で、この黒潮12号に抜かれるので、天王寺で元の工程に戻ることができます。それでは、切符と特急券を改札機にぶち込みまして、1番線に入ってきた、特急黒潮12号、新大阪駅で天王寺まで向かいます。車両は289系でした。ちなみに、この特急黒潮12号、本来は京都駅ですが、新型コロナウイルスの影響で新大阪止まりになっています。てか、この黒潮の自由席、結構混んでなくね？これ座れるのかな？とりあえず、座席を確保するため、トイレ周りだけささっと流して、座席の確保に向かいたいと思います。ひねの発車。座席の確保ですが、ひねのまでは通路側の座席しか空いていませんでした。ひねので何人か降りたため、ひねのからは窓側の座席を確保することができましたが、カメラの調子がおかしくなったため、天王寺までカットします。天王寺到着。ここで、特難に好かれている、大和路線103系さんと合流しました。さて今回はどこで特難に遭遇するのかな？それではお見送りしましょう。ちなみに、乗ってきた289系は特難ではなかったです。ここは一安心ですね。というわけで、大鳥で華麗に追い抜かれた、関空、紀州路快速で大阪に向かいます。車両は223系0番台の更新車と100番台の更新車でした。確か両方ともラストナンバーだったと思います。はい、まさかの221系の特難編成、NA418 編成が繋がっていました。ちなみに奈良電車の221系は、8両貫通の特難、6両編成の特難、4両の特難が2編成の合計4編成あります。大阪駅に到着。ワーニングは321系
はこの後、回送になり、宮原の里に向かいます。一度、外側線を走る207系や321系に乗ってみたいですね。そして、321系を追いかけるようにやってきた。快速安駅に乗って目的地の山崎駅に向かいます。少し221系と223系6線番台の連結編成を期待したのですが、残念ながら223系2線番台同士の連結でした。大阪駅発車。ちなみに今乗ってる快速の前4両ですが、ドアの上にある電光掲示板が液晶ディスプレイに変わっていました。残念ながら画面が真っ暗で何も見えなかったんですがね。そして後ろは6両編成の J 編成となっています。この J 編成は基本快速の運用しかつきませんが、ダイヤが乱れた時は稀に新快速の運用につくこともあります。茨城駅では225系100番台の最新車両がいました。今日は快速運用についているみたいですね。そして大阪駅から約30分で目的地の山崎駅に到着しました。この駅で関東からやってくる式801の撮影をしたいと思います。その前に新快速が横を通過するので、それを撮影したいと思います。ちなみにここまで乗ってきた快速ですが、高槻から各駅に止まるため種別が普通に化けています。待つこと約1分、新快速が来ました。基本的にこの山崎駅で新快速が普通を抜かすダイヤとなっているため、この駅近くで新快速と普通の並走バトルを見ることができます。新快速も少し速度を落とすので、かなり熱いバトルが見れるのですが、今回は普通が山崎駅に止まった後に新快速が来たため、並走バトルとはなりませんでした。大阪方面のホームに来ると、向かい側に207系の普通電車、京都駅が来ました。この電車は、正真正銘各駅に止まってきた普通電車です。前4両は未更新車、後ろの3両は更新車でした。その後、287系、磐座黒潮の回送と683系の回送が通過。ちなみに、磐座黒潮と683系の後ろの6両の方は、特難編成でした。そして、待つこと約5分。お目当ての式801が小山の貨物ターミナルからやってきました。この式801は変圧器を輸送するための貨物で、本数がかなり少ない、貴重な貨車です。牽引機は EF66 電気機関車ですね。カメラの電源が切れたため、中途半端な映像になってしまいましたが、とても貴重な貨物が見れて、大満足でした。ちなみにこの式801はこの駅で新快速の対比をするため5分ほど止まるのですが、2両編成なのでかなり奥まで行ってしまいました。何とかズームで見ることができますが、綺麗に撮るのは難しいです。そして式801を追い抜く新快速が来ました。この駅に撮り鉄がたくさんいてますが、容赦なく高速で通過していきます。あと言い忘れていましたが、この山崎駅はホームの途中に大阪府と京都府の府境があります。それでは取るものも取ったので、 HNWL5103 と合流するため木津駅に向かいます。今入ってきたって、え、まさかの221系6両の10連でした。これで京都駅へ向かいます。この221系も徐々に奈良へ転属してるので、ここで乗るのもかなり貴重になってきます。さて、特難の方向、向こう町捜査場です。さて、特難確定の編成を含めてどんな車両がいるか見ていきましょう。あ、連続の6回転。番台の更新車。あ、繋いでる。間
もなく西大路駅に着くのですが、ここでなんと、元北都政を兼任していた、青色の EF510 に抜かれました。2015年までは、ちゃんとした客車を引っ張ってたのに、今では、ただの重りしか引っ張らなくなりました。京都駅に到着。ここで奈良線に乗り換えます。ついでに新しくできた自動販売機のセブンイレブンで弁当と飲み物を買いたいと思います。急いで2番線にあったセブンイレブンの自動販売機で飲み物と弁当を買って8番線に止まっていた宮古寺快速に飛び乗りました。なので動画は発車までカットしました。宇治駅です。ここで普通電車奈良駅と連絡します。少し見づらいですが、画面の左に205系線番台の特難がいます。あとは何もなかったので、傷までカット。ここで AKMWL5103、ザライズミさん、運転士ヨッシーさんと合流しました。ここから関西線でカモを目指します。大和路快速大阪駅が来ました。221系の8両貫通ですね。さっき宇治駅で抜いた205系線車台の特難申請が来ました。宇治でこれに乗り換えてもよかったな。そして乗る予定の大和路快速が来ました。これで鴨まで行きます。まもなく鴨駅に到着します。ここで関西線の亀山駅に乗り換えです。関西線の非電化区間を走る520には0番台と36番台があるのですが、今回はどっちが来るのでしょうか。鴨駅に到着。関西線の亀山駅は向かい側のホームに間もなくやってくるので、列車車で少し待ちたいと思います。亀山側からキハ120型機動車がやってきました。後ろは0番台、前は300番台ですね。この関西線の非電化区間ですが、平日の昼間は1両、と休日は終日2両編成で運転されます。というわけで前寄りの300番台に乗車。ここから草津線との乗り換え駅杉まで約1時間の旅が始まります。鴨駅を発車。列車はここから木津川に沿って走っていきます。次の停車駅は笠木駅ですが、笠木駅までの距離は約7キロ、約8分もかかります。120と交換を行いました。確か島ヶ原駅だったと思います。間違ってたら訂正入れておきます。列車は間もなく神戸の町伊賀上野駅に到着します。この駅で伊賀鉄道と乗り換えができます。伊賀鉄道は伊賀上野と近鉄線との乗り換え駅、伊賀神戸駅を結んでいる路線です。かつては近鉄の路線だったので、車両も近鉄の中古車両だが走っていたのですが、伊賀鉄道に変わってからは東急の車両に変わりました。ライブカットして、間もなく次駅に着きます。この駅で草津線に乗り換えます。ただ草津線の発車まで30分ほどあるので、駅の他でも少し見て巡ろうかなと思っています。次駅に到着。ちょうど鴨駅と草津線の電車も到着しました。関西線のキハ120はたいていこの駅で列車交換と草津線からの乗り換え待ちを行います。の電車は木津川止まりの電車との時間調整をするため、次駅で約30分ほど停車します。草津線からの乗り換え待ちを行ったキハ120の亀山駅が発車します。そして反対の鴨駅も発車していきました。駅の外に出てきました。立派な木造の駅舎。
せる切符の紹介がまだでしたね。今回の切符ですが、前回も使った関西ワンデイパスを使っています。実は本来なら和歌山から大回りする予定でしたが、式801が関西に来ることが分かったため、急遽関西ワンデイパスを買うことにしました。そういうわけで、大回りでは絶対出ることができない柘植駅の改札の外に出ることができます。再びホームに戻ってきました。それではさっきから3番線に座っている草津線の113系に乗りたいと思います。この電車は4両全てがリニューアルした編成ですね。今は単色の抹茶色になりましたが、かつては西日本オリジナルのカフェオレ色を身にまとっていました。カフェオレ色といえば私自身もすごく思い出深い色で、かつて紀伊国線でも走っていました。というわけで柘植駅を発車。車内も懐かしい雰囲気があります。というわけで柘植駅を発車。ここから終点草津まで約45分、懐かしい国鉄型車両での旅が始まります。次、柘植駅を出ると次に関西線の加茂方面と分岐します。そしてここから長い直線区間へと入ります。せっかくなのでしばらくの間全面展望をお楽しみください。最近駅舎を建て替えたのか、ホームが綺麗になっていますね。あれがスリッパに似てるから、スリッパって言われてる。まもなく、木津川に着きます。この駅で、しがらき高原鉄道と近江鉄道と接続しています。奥からやってきた線路が、しがらき高原鉄道の線路です。そしてこの駅で、反対側の柘植駅と、行き違いを行います。ちなみに、私の家の近くで走っている、紀州鉄道の KR301 型と205型はここしがらき高原鉄道からやってきた車両です。ホームには、しがらき高原鉄道の新型車両がいますね。確かトプナンだったと思います。反対側の柘植駅が来ました。車両は113系の L7 編成ですね。その編成は、先頭車が7000番台で、中間車に、元湘南色の5700番台を連結した編成です。ちなみにこの中間車はトプナンです。113系 L7 編成が到着と同時に、私たちが乗った、草津駅が発車。とここで、事件が発生しました。なんと、さっきの113系 L7 編成を見に、降りた大和路線103系さんが、置いてけぼりにされました。果たして、彼は無事に私たちと合流することはできるのか？後半に続きます。